はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。はい、前回の続き、やっとジェフが合流して3人になって終わったところですよね。前回の続きからやっていきたいと思います。でも前回と違うのはですね、前回動画の最後の方に多分言ってますよね。道具整理してしときますよっていう風に。はい、ということで道具整理はしておきました。ついでにグッズも買ってます。ネスがとってもいいバットと、銅の腕輪で、ポーラが厚めのフライパンで、ジェフが帽子ヘルメットと銅の腕輪になってます。強さがですね、こうなってます。ジェフ弱っ。 IQ 高いな。でもはい、ということでね、行きたいと思います。あ、でついでに、前回動画の最後の方で、ぬいぐるみ取れなかったって言ってましたけど、整理をしたので取れるようになってます。取れるようになってますっていうか取りました。ポーラに持たせてます。はい、ではね、行きたいと思います。前回道具整理をしてる中、ちゃんとフラフラってブラブラしてたら、はい、ちょっとイベントが起こっちゃってすぐ消したんですけど、すいません。ということで次の場所分かりました。申し訳ないです。次の場所はですね、ここですね。うわ、怖っ。おガラッ、テントに顔を出てガラッとか言われても。もうね、フォーラは多分魔法オープンね、魔法基本攻撃して、魔法基本攻撃ね、すいません、魔法で、魔法でってか、もう PP ん、もうわからへん、 PP じゃない、超能力で PSI で攻撃していった方がいいと思うので、もうそのまま勝手にやっていきます。何もかかってないよ。やばい、ポーラだけが頼りだ。うわ、困る。やっぱ3人超いいな。おお、めっちゃくれる。お、ポーラ上がった、やった。うわ、よしよし、ジェフの HP2 かよ。よしよし、上がった上がった。なんと3きた。やったー、 HP26 きたー。 HP1 残念。うお、じゃん、ハイミツがあった。ネスはハイミツを手に入れた。わーい、ゲップの大好物、ちょっと臭い。うわ、ハイミツってなんだよ。ゲップの大好物。そう、嬉しくねえな、なんか。街の真ん中の広場のサーカステント、お、ゾンビ対策本部にして化け物とも戦おうというわけなんだが、逆にゾンビともに襲撃されそうなんだよ。よし、わかった。じゃあ俺たちが真ん中に行ってなんちゃらかんちゃらすればいいんじゃん。めっちゃ怪しかったぞ今。誰や誰や。わしは鬼とか悪魔とか呼ばれたことさえある男。しかし私よりゾンビの方がずっと怖い。幼い子供と女房を置き去りにしてこのテントに逃げ出してきたんだ。それくらいゾンビは怖いってことだ。いや待て、女房と子供を置いていくなんてひどい親父やこいつ。なん、どういうことや。ゾンビはどうやったら倒せるのかしら。ああ、わからないし、いやそれはわからんわ。このテントの中にゾンビを集めてしまって火をかけてみてはどうだろうか。その前に僕らがやられちゃうかな。いやわからへん。もうはっきり言って恐怖の毎日だね。今
負の味噌汁とかってシャレじゃなくて、いや誰も今日、あ、なるほどね、今日負の味噌汁って、いやちげえわ、そんな面白いもう何もねえわ、シャレおもんねえわ、なんかちょっとびっくりしてって意味わかんねえ、俺あーダメだ、俺おかしい恐ろしいってことさね。街の状況はますます悪くなってるよ。なるほどな。あなた、私たちを手伝ってくれるとは嬉しいけど、子供じゃあね。昔の漫画みたいな乗り物が空を飛んできてね、墓場のあたりに墜落したんだけど、え、君たちがそれに乗ってきたのか。いや、君たちじゃなくてな、ジェフのこの金髪の男の子やねんけど。いやでもこっからどうすればいいんでしょうね。なんやなんやなんや、え、なになに、はい、もしもし、アップルキッドです。変なものができたんですが、役に立つかどうか。ゾンビホイホイって言って、これを使うとゾンビが集まるマシンです。このゾンビホイホイはテントのような場所の真ん中に置きます。ちょっとタイムリーすぎて、なんでこんな、なんかそのドンピシャリなんテントはどこかにありますよね。置いておけば恐ろしいようにゾンビどもがくっつきますから、いっぱい取ってください。地上にいるゾンビは多分これで全部退治できると思いますよ。ちょっと待って、いや、なんてタイムリーすぎるんだ、アップルキッド君タイムリーすぎるぞ。マッハピザなの、配達してたらとんでもない頼まれ事をしちまって、スリークあたりをうろついているネスってやつに届けてくれって見つかりゃしないよな。いや、タイムリーで俺やけど、あんたがネスだってことにしちまってさ、こいつ渡して帰るわ。あんたがネスだ、答えなくていい、俺がそう決めたんだ。いや、このおっさんドンピシャリやで、ドンピシャリでネスやで俺ネスさん、アップルキッドからの届け物を確かに渡したよ。じゃ、さよなら。いや、まあよしとしよう。なにこいつ、うわー、びっくりした、やっぱ敵か。お茶目なサム君と可愛いトム君、うわー、可愛いっちゃ可愛いけど、うわー、ボロボロになっちゃった早速ぬいぐるみ壊れてしまった、一瞬じゃないですか。いや、熱必要、ジェフもう終わった、早っ。いやー、ジェフの HP 上がんねーめっちゃ困る。おーい、どんな方法でもやらないよりマシだわ。やる、やってみる。このテントをいっそ罠として使うことか。ゾンビホイホイでも何でも効き目があるんだったら今すぐにでも使ってみたいわ。何をやろうと君たちの自由だろうが、私の命だけは守ってくれ。お前な、私の命だけってないねお前もう。しかも子供に助けを求めるってどんだけやねん。何にせよ、ゾンビを人ところに集めてしまうのが得策だろうな。そうだよね。君のことを探し回ってたピザ屋のおっさんから聞いたんだけど、ゾンビホイホイってものができたそうじゃないか。いや、そうなんだけどさ。床に仕掛けた。逃げろえ、あの人たちに言わなくていいのかな。あ、マジックバタフライだ。いや、でもまあ、なんか、とりあえず、休憩がてら、休みましょうかね。はい。え、180ドル?ちょっと待ってくれ。ちょっとあまりにも、大金すぎてびっくりしちゃった。ちょっと待って。いや、どこどこ?あ、そこか。いや、若干めんどくせえな。じゃあ、いや、ちょっと使っちゃおう。くらえー、おー、つえ、258なんて、つーよ。びっくりしたいわ。やったね。よし、お金下ろして泊まりに行こうっと。いや、180ドル、1人60ドルってめっちゃ高いですよね。おっと、時間が来た、一回切ろうと思ったけど、まあいっか、引き出す引き出す引き出す
3840だから、130ドル、一応ね10ドルぐらいは持っとかないとダメですよね。よし、これで泊まろう。まあでもとりあえずはホテルに泊まってセーブして終わります、今回はね。よし、レッツゴー。はい、こんなゾンビいたんだ、すげえな。お、あいつら。ということは集まったってことは次はあそこですね、目的地は。うわ、ゾンビの犬とかもいるし、いやー、いい朝だ。お客様、お若いのに大変ですね。今朝ゾンビワールドという新聞が届けられてまして、怖いけど読んでみます。我々の同志ハゲテントが何者かに倒される。おお、なんとか倒したぜ。赤い帽子の、あなたでしたね。お、ということで今回は、はい、セーブして終わりたいと思います。はい、ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。